六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。役目を果たすわ。見届けよ、機長。であるか、秀の頼りをもとに来てみれば、やはり三好の残党どもが攻め寄せていたか。信長殿、美濃にいるはずのあなたがなぜここに。信長が現れたなど、そんなバカな。して俺、急ぎ義昭を討つのだ。信長殿、私はここだ。早よ助けに参れ。よしめ、俺の留守を狙ってきたか。この木に叩き潰しておかねばなるまい。三好三人衆がいる限り都は落ち着かねえ。俺が絶対に倒してやる。このままでは押し切られてしまう。援軍を呼びに行かねば。敵に何やら不審の動きあり、懸念の種は排除しておきましょう。見つかったか。撃て死に。これでよし、懸念を一つ除くことができましたな。味方が勢いに乗ってきたな。やれやれ、信長様が間に合ってなけりゃ今頃どうなってたやら。親父の加勢で流れが変わった。やっぱり親父はすげえ。俺も頑張るぞ。ご無事ですか、義昭様。金国の書をかき集めて汗さんじましたぞ。分かったわ。まずい、いよいよ厳しくなってきたぞ。まだ諦めるには早い。義昭を直接狙え。開門。斎藤殿を援護せよ。一気加勢に攻め立てるのだ。また敵が現れたのか。もう俺たちだけじゃどうにもならねえぞ。であるか。楽になりなさい。聞かせていただこう。その技俺にも教えてくれよ。なんとかしのげたか。よっしゃ。分かったわ、分かったわ。今度はこっちの番だ。耐えた分しっかり暴れてやるからな。敵将打ち取ったぞ。止めようとて無駄よ。助かった。ご加勢かたじけない。さらなる襲撃に備えておく必要があろう。守りをもっと固めておく。
形勢逆転というわけか。まあよい、砦にこもればなしもの信長も手は出せまいで。うちにこもり手駒に戦わせるか。腐り果てた者の不毛どきめ。よし、目障りな敵は全て退けたな。前線をさらに押し上げるぞ。開門。俺がやる。我が理想の世に腐敗した輩は不要。さような異物は焼却がよい。みの、家計をしたください。奴らを炙り砦から引きずり出すのです。怪しげな兵がいるぞ。撃ち取ってしまえ。分かったわ。策の準備を進めている間、俺たちは派手に暴れて敵の目を引きつけておくか。貴様ら何をしている。分かったわ、分かったわ。おお、味方が火星に来てくれたか。であるか。手を進められる。これより各地の味方に加勢する。俺がやる。俺を打つけとは侮ったか。食らう相手ではなかったか。なんと見事な。フルはなんだか。仕留め。急げ。これだけ暴れれば敵将も無視できねえだろ。なんだあの騒ぎは。静まらぬか。帰れがやる。よし、まんまと出てきたようだ。これで策の準備も少しは楽になるだろう。敵将撃ち取ったぞ。聞かせていただこう。お見事にございますな。ここは引くほかあるまい。ダメであるか。そこに受けてみなさい。楽になりなさい。力及ばずか。耐えきれ、引かせてもらう。俺がやる。この俺を止めようとて無駄よ。仕留めを果たすわ。俺がやる。みんな準備はよろしいか。放ちなさい。な、家計だと。くそ、砦にとどまっては我ら残らず丸焼けよ。こうなったら破れかぶれだ。信長どもと差し違えてやるわ。開門。来たな。ならば迎え撃つのみ。仕留めを果たすわ。
蝶の一面侮らない。楽になりなさい。悔しいが、ここで、で、あまでか。かなう相手ではなかったか。俺がやる。俺をうつけとは侮ったか。ここは引こうか、アルマイ。受けてみな。なんと素晴らしき戦果よ。よし、終わったな、信長殿。手を煩わせて面目ない。構わん、将軍が無事ならそれでいい。これで都も少しは静かになろう。